グラボをパワーアップさせたらフレームレートは上がったんだけど、ブラックアウトでフリーズ。それも頻繁に発生。これじゃ遊べないし、前のグラボの方が良かったじゃないか。こんにちは、マカロニです。スターフィールド Xbox ゲームパス PC 版、今回はパソコン版スターフィールドでブラックアウトやフリーズでお困りの方へ。僕も同じ現象に遭遇したのですが、なんとか解決法を見つけましたので、情報として共有しておこうと思います。気になる方は最後までご覧いただけたら幸いです。まずこうなった状況の説明から始めさせていただきますが、スターフィールドの必要最低スペックのグラボ GTX1070Ti、 これを今まで使っていました。実際のものはこれで、 MSI のアーマー 8GB が今となってはかなり時代遅れで、スマホから見たガラケーのような感じかもしれませんね。それを今回ミドルスペックである RTX3070 に変更しました。クロート志向のガラクロです。どれくらいスペックが上がったのかは次の一覧表が分かりやすいです。スコアだけで見れば6864から13789となり、およそ2倍近い性能アップとなります。これにはワクワクするしかありませんよね。購入するときはその気持ちでいっぱいでしたよ。ちなみに推奨されるスペックとしては RTX2080、 スコアが11118なので軽く上回っていますので、ドキドキワクワクでポチったのを覚えています。で、やっとグラボが届いたので、ドライバもクリーンインストールし、今まではグラフィック設定を最低にしていたので、ちょっとだけ上げて中設定で試してみました。今まで出ていなかったフレームレート60を簡単に超えており、確かにスムーズ快適になったなぁと思ったのも束の間。え？何これ？不良品を買ってしまったのか、今まで通り低設定で遊べということは。告白してごめんなさいを言われた時のような気持ちで落胆しつつ最低設定に戻します。だがしかし、それでも長時間遊んでいると同じ現象、ブラックアウトに遭遇しました。返品することも考えつつ、まずは MSI のアフターバーナーというアプリを起動。パワーリミットを下げてみたり、温度上限を下げてみたりすると、確かに少しは改善されたように思えました。だがしかし、電源が足りてないのか、熱くなりすぎなのか、とか、いろいろ検証しましたが、750W 電源だし、温度もマックスで85度くらいしかいってない。そこで、ブラックアウトした時の数値を確認したら、こんな感じでした。あれ、温度とファンが全開なのはわかるけど、クロック数が異常に高くなってないか？そこでこのグラボの適正なクロック数を確認してみることに。グラボの型番と GPUZ と検索すれば調べることのできるサイトがあります。テックパワーというサイト。下の方へスクロールし、今回のクロート志向のグラボを探します。このブーストクロックと書かれた列の数値を確認します。ありました、1725でした。ブラックアウトした時は1800を余裕で超えてましたので、もしかしたら原因はそれなんじゃないかと思い、アフターバーナーのコアボルテージの横にあるボタン、もしくはコントロールキープラス F キーを押してみます。するとこのようなウィンドウが現れます。これは横軸が電圧、縦軸がクロック数を表しています。デフォルトでは上の薄くなったライン、丸く上昇していく位置に全てのポインターが存在していましたが、これは今回僕が修正した結果の画面になります。何をしたのかというと、どれだけ電圧が上がっても基本のクロック数である1725を超えないようにしたということになります。結論から言いますと、たったこれだけの設定で全くフリーズ、ブラックアウトしなくなりましたよ。同じ症状でお困りの方は、ぜひ、これを試してみてください。お使いのグラフィックボードが MSI 製でなくても、この MSI アフターバーナーは使えますので、ダウンロードをおすすめします。では、なぜ、せっかく、オーバークロックできるグラボなのに、それをすると、ブラックアウトしてしまうのでしょうか。僕が使っている、マザーボードは、第6世代、第7世代の、古いものです。画面に映っているもので、CPU も i7-7700K です。
そして決定的なのはグラボを挿すスロット PCIe も 3.0 と古い規格になっています。今回の RTX3070 は PCIe 4.0 の規格で 3.0 の約2倍の転送速度になります。もちろん介護感がありますので 3.0 に挿せば 3.0 の性能となり、本来ならリミッターがかかり何ら問題なく使えるはずの仕様だと思います。だけどおそらくそのあたりの制御はマザーボード側でブロックしたりするはずですが、経年劣化などによりコンデンサーなどが抑えきれず一時的な高周波数を拾ってしまうのではないでしょうか。 PCI 4.0 のマザーボードであればもしかしたらこんな不具合は起こりにくいのかもしれませんね。そんなところでグラボのオーバークロックにマザーボードの PCI スロットが対応できないだけなのであれば、最後に確認したいことがあります。ウルトラ設定にしてもフレームレートの低下だけでブラックアウトは回避できるのでは。オプションのディスプレイ設定からグラフィックのプリセットをウルトラに変更してみます。モーションブラーは個人的に嫌いなのでオフにしますね。解像度のレンダリングスケールは高画質の方がいいに決まっていますよね。 100% まで上げておきます。これで光が多めの都市ネオンシティで走り回ってみましょうか。個人的に好きな都市でもありますので、編集でごまかさないようにある程度走ってみますね。また今日の仕事か。エンパリアムをあらゆる驚きと一級品を販売する。みんなギリギリ下がれ。これは命令で欲しいもの全てがここにあります。はい、友人からアストラルラウンジまで走ってみます。今まではこんなに動いたら確実にブラックアウト終わってました。何？全然大丈夫ですね。ちょっと感動しました。 FPS は60出ていないと思いますが、光の表現が綺麗でやっとレイトレを味わうことができそうです。エクリプティクの連中に出会ったら気をつけて。奴らは今ちょっと脱税から。ちゃんとウルトラ設定になっています。マダムソバージュはいつもいいやつ。それもそうか。さあ、全てがここにあります。ヤングが殺し合いをやめれば最高の店。苦労を返し癒しの大冒険まで探索に必要な力になってくれて。当店に行かければ
はい、いかがだったでしょうか。実際のところはやはり FPS も考慮して中設定くらいに調整しようと思います。ウルトラ設定でこれだけ動けば確実にブラックアウトしていたはずですが、完全に落ちなくなりました。ということは原因は熱でもなく、ファンの最大回転による電力消費でもなく、グラボのオーバークロックされた周波数が引き起こした電気的なトラブルだったということではないでしょうか。はい、同じようにブラックアウトでお困りの方はクロック数の固定ぜひ試してみてください。丁寧に解説したつもりですがいかがだったでしょうか。また次回スターフィールドの動画でお会いしましょう。以上、マカロニでした。